はい、今から12月24日に青色のネット席を買ってくれた人のお名前を呼んでいきたいと思います。トシ君ありがとうございます。リクエストがあのサンタさんじゃない、あの何だっけ、プレゼント袋をあの持ってるポーズみたいな感じだったので、あのプレゼント持ってきたよって感じにしてみました。どうですか、ちょっとねもらいたい側なんですけど、本当のことを言えば、そう、でもサンタさん衣装なので皆さんにお届けするよっていう感じです。トシ君は何が欲しいですか？持っていくのであの考えておいてくださいね。そう、葵がね、葵がトシ君にどうぞってしに行くので、あの考えておいてください。また教えてください。ありがとう。はい、そして次行きます。かねちゃんありがとうございます。横のチェキにしてみました。ちょっとねリボンとかね、そう頑張って描いてみたので、ちょっとねまたね待っててもらえたら嬉しいなと思います。やっぱクリスマスいいなと思いました。なんか3個もさ、クリスマスの衣装着るなんて思ってなくて、そうみんなのシャッフルって感じだったんですけど、どれもね着たやつが全然なんか系統違う感じだったので、そうなんかまたね着るたびに印象変わってました。そうこれしかもなんか中に黒いやつ着てたから、また全然違うね感じに、他の人が着てたのと違って見えるかなって思いました。またねこれもね届くの楽しみに待っててもらえたら嬉しいなと思います。いつもありがとう。はい、そして次行きます。おふみありがとうございます。これもね見に来てくれてありがとうございました。なんかリボンをねこことここにつけてなんかプレゼントって感じにしてみました。チェキごとをそうね、いい感じになってると思います。おふみはどのあれが好きだったんですかって感じなんですけど、クリスマス衣装、そうなんか3個も来たからさ、やっぱこれが一番良かったなとか多分あったと思うんですけど、なかったらちょっと悲しいんですけど、そうまたね来た時に教えてもらえたら嬉しいなと思います。いつもありがとう。はい、そして次行きます。ユッキーありがとうございます。ちょっとねユッキーはあんまり横のチェキ書かない気がするんですけど、どうですかね。ちょっと葵無意識に横で書いてる時もあると思うんですけど、そうなんかねこれね窓からね外の景色が映ってて、ちょっといい感じに見えると思うんですよこのチェキ。そう喋り方そうだからね、届くの楽しみに待っててもらえたら嬉しいなと思います。またねなんか全然さっきのあの衣装、さっきの衣装っていうのかな、29の1公演目の衣装と全然また違う感じになってたから、髪型とかもねここにリボンついたりとかで、全然帽子かぶってないやんとかあったりとかなんですけど、楽しみに待っててもらえたら嬉しいなと思います。いつもありがとう。はい、そして次行きます。りょうまくんありがとうございます。サンタコスありがとうございます。本当にありがとう。どうですか、なんかねハート作ってみました。これはハートって感じなんですけど、そうそうメリークリスマスイブって感じ。そう24日はイブで25がクリスマスなんだよね。そうそうそう、だからねクリスマスね、そういっぱいね過ごせてね嬉しかったです。本当にありがとうございます。またチェキも届くの楽しみにしててください。ありがとう。はい、そして次行きます。あやちゃんありがとうございます。これねちょっと見えるかわからないんですけど、あやっぱ楽しみにしとこうハートにしてるんですよ。大きいねハートをねチェキにね書いたんですよ。そうハートだからあのこことかもプレゼントみたいな、プレゼントじゃない、嘘ついた、サンタの靴下なんか書いてみて、クリスマスって感じにしてみたので、ザ・クリスマスって感じにしてみたので、またねこれも楽しみに待ってもらえたら嬉しいなと思います。めっちゃ可愛い感じにしました。楽しみに待っててくれたら嬉しいです。ありがとう。はい、そして次行きます。もときありがとうございます。なんかいい感じのチェキになってると思います。なんかねなリクエストないんだっけな、忘れちゃってんけど、めちゃくちゃね上とかねゴージャスな感じにしてみましたので楽しみに待ってもらえたら嬉しいなと思います。これも全然また違う感じに見えてると思うので、クリスマスコス3つあった中でそうだからね楽しみに待っててください。ありがとうございます。はい、そしてラストかな。
はい、そしてコスくんありがとうございます。なんか1枚目は青いサンタですって感じで、あの袋を持ってきましたって感じ、袋プレゼント持ってきましたって感じの席にしてみました。はい、そしてもう1枚がですね、あ、プレゼントって感じのチェキになってます。ちょっとね、落書きはね、あの内緒です。後ろに挟んであるので、またそれも楽しみに待っててもらえたら嬉しいなと思います。いつもありがとう。はい、以上で葵のネットチェキ買ってくれた人ありがとうございました。ネクストドゥー。